事件の舞台となったアッティカ刑務所、アッティカ刑務所暴動は、1971年9月9日に、アメリカ合衆国ニューヨーク州アッティカの、アッティカ刑務所で発生した囚人の暴動である。暴動の目的の一部は、所内の生活状況の改善の要求であった。当時、アッティカ刑務所では、食堂と作業場に、催涙ガスの噴射装置が取り付けられ、囚人の待遇は、 シャワーは週1回与えられるトイレットペーパーは週一巻きのみというようなものだった。また、囚人のうち54%はアフリカ系アメリカ人、9%はプエルトリー個人だったのに対し、383人の署員は全員白人だった。刑務所内の状況に関する報告によれば、監修らは公然たる人種差別主義者であり、通称 クロンボボーなる警棒で囚人をお出していたという。暴動の発生する前の月の8月21日、カリフォルニアのサンクエンティン州立刑務所で、服役していた黒人急進的思想家、ジョージ・ジャクソンが武装した上で脱獄を試みて、失敗し、監守に射殺される事件が発生していた。これにこうして、9月9日にアッティカ刑務所で暴動が発生した。 約2200人いた囚人のうち1000人ほどが暴動に参加し刑務所を制圧して諸員33名を人質に取った。当局は囚人側と交渉を行うことを決め4日間の交渉が行われ当局は囚人側の28の要求を飲むことに同意したが収容所で暴動を起こしたことに対する罪の完全な恩赦もしくは アッティカ刑務所長の排除については認めようとしなかった。交渉は不調に終わり、当時の州知事ネルソン・ロックフェラーは武力による刑務所の制圧を州兵に命令した。これにより少なくとも39人が死亡した。このうち29人は囚人で10人は署員や監守だった。1971年9月9日の朝8時20分頃、 囚人の四つの班が天候のため集合させられた。この時囚人たちは先日他の囚人と揉め事を起こした一人の囚人が独房に戻されたことに気づき、監禁の後拷問を受けるという噂が広がった。同様の拷問を受けることを懸念した一部の囚人がこれに抗議し、独房に戻った。この時囚人たちは先に監禁された囚人を解放し、 朝食に向かう囚人に追いついた。この直後、一人の刑務官が何が起こったか気づき、捜査を開始しようとした矢先囚人に襲われ、暴動が始まった。囚人たちは、鉄パイプやチェーン、野球のバットで監視を襲撃し、42人の署員と民間人を人質に取り、彼らの不平と要求を書いたリストを公表した。囚人たちは当初は、 刑務所長ラッセル・オスワルドと、その後は、オブザーバーのトム・ウィッカー、ジェームス・ウィングラム、アーサー・イブ、ウィリアム・クンストラー及びその他の役人たちと交渉を続けたが不調に終わった。さらに状況は複雑化していったが、それは、当時の州知事ネルソン・ロックフェラーが、暴動の現場にやってきて、囚人たちと会うことを拒否したからかもしれない。ただ、 現場へ赴かなかったことで実際には事態が悪化することを防げたという考念なされた推測もある。最終的に交渉は決裂し、オスワルドは囚人たちに対して交渉をこれ以上続けることは不可能であり、暴動をやめるよう命令した。その後オスワルドはネルソン・ロックフェラーに電話し、暴動を沈静化させるために刑務所へ来るよう再び混成したが、 ロックフェラーはこれを拒否したため、オスワルドは、周辺に、武力で施設を奪還する、よう命令することになるだろう、と述べロックフェラーは、この決定に同意した。後に、この暴動とその後の余波に関しての研究のため、ロックフェラーによって作られた、委員会は、この決定を批判している。9月13日月曜日、午前9時46分に、作業場に、 催涙ガスが投げ込まれ、ガスの煙の中、州の軍隊が2分間にわたって一斉射撃を加えた。州軍が使用した武器の中にはショットガンが含まれ、これにより無抵抗の囚人や人質が負傷、殺害された。この射撃には刑務所の元監視たちの参加が許されており、この決定に関して、前述の委員会は弁解の余地がないと述べている。 刑務所は奪還されたが、9人の人質と28人の囚人が殺された。この暴動における最終的な死者数には、暴動発生時に致命的な負傷をした刑務所の役人と囚人の正義が実行された時に殺された4人の囚人が含まれている。9人の人質は、衆軍と監守の射撃で命を失っている。ニューヨーク州アッティカ特別委員会によれば、 19世紀末に行われたインディアンの虐殺を除き、この4日間の刑務所暴動を収束させた州警察による強襲は南北戦争以来アメリカ人の間で生じた最も血塗られた1日であった。暴動は収束したが、軍や監修による報復は野放しにされた。囚人たちは裸にされ、 泥の中に投げ込まれた挙句保福前進をさせられ、ある、者たちは怒り狂った看守たちの列の間を裸のままで走らされ、殴打された。暴動が終わって数日後には、さらなる殴打の証拠があると、複数の刑務所の医者が報告している。前述の委員会は、州の役人が悪い噂を広めるのを許したことを呼び、人質の一人が虚勢され、 残りの者は喉を切り裂かれて殺されたという誤った報告を出し、それを否定するまでに時間がかかりすぎていることは正当化できないとして非難している。マスコミの報道では監視していた囚人が多くの人質の喉を切り裂いたとレポートしているが公式発表の医学的証拠とは矛盾する。見出しに私は喉を切り裂くのを見たと掲げた新聞もあり、 囚人たちが暴動を起こした際に、人質の喉を切り裂いて殺害したと主張しているが、後に、これらのレポートは、意図的に捏造されたことがわかっている。暴動発生から4年間に、62の囚人が1289件の、素因42の起訴状で訴追された。また、集計官一人が、無謀な危険にさらしたとして訴追された。囚人、および、 暴動の際に殺害された囚人の家族は、アッティカ刑務所暴動の間、及びその後、法執行官がアメリカ市民の権利を侵害したとして、ニューヨーク州を訴えた。それから27年後の2000年、ニューヨーク州は、1200万ドルを支払うことで、決着することに同意した。また、同州は2004年の秋に殺害された。 刑務所の雇用者の家族に対して1200万ドルの解決金を支払うことを認めた。ありがとうございます。